入ってよろしくお願いします。今回は中学校3年生の理科、いろいろな食についてね、お送りします。ちょっとね、聞き慣れないと思うんですけど、この食ってね、あ、内容聞いてもらえば、あ、聞いたことあるっていう内容だと思うんですけど、まあ、今回はこんなタイトルでお送りします。で、今回はね、問題が少なめで、全部で1番から7番まで、7問しかありませんので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、まあ、いつも通り、こう、波線が何箇所かありますので、それは前回出てきた同じ番号のやつを同じ答え書いてみてください。いいかな？では、できそうな子は動画を止めてやってもらって、ちょっとね、見た感じ、あれわかんないなって思う子は一度説明を聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、説明の方始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。ではでは、前回ね、まあ、月の満ち欠けで月を主人公にやってきましたが、今回もね、ちょっと月が出てきます。で、まず、天体ね、天体が月とか太陽に隠される現象、隠れちゃうの。隠れちゃう現象のことを、今回のタイトルにあった、食って言います。で、食だけだとね、そんなにテスト出てこないんだけど、有名な食が2種類あって、まず1個目。その中でも1、こういう風に太陽、月、地球と、この順番で並んでるね。こういう風に月が何に重なるか。月が太陽に重なって、で、また同じ答えなんでちょっと待ってね。太陽に重なって太陽を隠す現象のことを、これね、絶対聞いたことあります。日食って言います。日食です。いいかな。ね、去年だったっけ、皆既日食があったですね。で、その中でも全部ね、太陽と月が綺麗に隠れることを皆既日食って言います。いいかな。で、次2のように、こういう感じね。太陽、地球、月。ここは違うからね、順番がね。こういう順番に並んでるとき、これは、月が、どうしようかな。いいか、色変えないで。月がね、地球の影に入っちゃうんです。で、こういう現象のことを、月食っていうふうに言います。ね、月食と日食、位置関係が変わるから気をつけてね、覚えるときね。で、ちなみにまず3番なんで、日食、この日食が起こるときはホニャララっていう月になってます。これはね、前回の月の満ち欠けの時の動画の順番を見てもらえると分かりやすいんだけど、太陽、月、地球とこういう順番に並んでるとき、これはね、満月、嘘、間違えちゃった。新月、間違えちゃった。新月になっている時になります。この順番はね。で、逆に、今度5番なんで、月食が起こるのは、太陽、地球、そして奥に月がある時だから、これが満月。という月の時に起きます。いいかな？まずね、言葉だけはこれで終わりです。もう、まさかの3分半で終わってるけどね。で、ちょっとね、仕組みと、あとね、まあ、こんな感じだよっていうのを図で書きますんで、ちょっとよかったらね、お付き合いください。で、まず、日食の方。これは、月が太陽に重なって、太陽を隠すって言ったじゃんか。でね、まあ、うちらが地球にいるでしょ？で、太陽いつも見てるじゃん。見てるっていうか見えるじゃんか。なんだけど、月がちょうどね、太陽と地球の間に入っちゃってんの。こうやって回ってる間にね。入っちゃった時に、こっから太陽を見たいのに、おい、お前邪魔で見えねえよ、みたいな感じになってる状態が日食です。お、月ちょっと邪魔だよ、みたいな感じ。で、逆に、この月食の方は、太陽からね、こう地球が当たってる時に、こう、光がこう当たるんだけど、ちょうど地球がね、邪魔をしちゃって、月に太陽の光が当たらないんです。邪魔になっちゃって。で、それが影に入るって言うんだけど、地球がちょうど邪魔をしちゃってる状態のことを月食と言います。で、まあ簡単にね、図に書くと、まあ、
教科書ね、持ってる子は教科書で絵見てみてください。まず日食の方っていうのは、こう太陽があるでしょ。で太陽があって、おい、そう、月邪魔だよっていう感じで、太陽ってまん丸じゃんか。こうね、月が重なってきちゃうの、こんな感じで。で、この部分が見えなくなるっていう感じ。これが日食です。いい？で、これがね、ぴったり重なった時に、ちょっと大きさ変えちゃってごめんね。この周りにちょうど太陽の光がこうやって出てる状態、ぴったり重なって、これが去年かね、あった皆既日食って言います。まあ一応漢字書いておこうか。よいしょ、あ、ごめん、漢字ど忘れでした。あ、間違ってるね、ごめんなさい。皆既の木は、あれか、よいしょ、こっちが先だったね。こういうのを皆既食、皆既日食って言います。ぴったり重なることね。で、今度月食の方、よいしょ、月食の方は主人公、まあ太陽にね、よいしょ、こんな感じでね、太陽があるじゃないですか。入ってるよね、大丈夫だね。太陽があって、ここにさっきはおいおい月が邪魔だよって感じで重なってたんですけど、今度地球の影がこうやって重なっちゃうんです。まあこういう感じでね、まあ、影なんでちょっとぼんやりしてますけど、これが地球の影ね。だからそれが重なって、あれ欠けてるよみたいな感じに見えます。いい？ちょっとね、間違っちゃいましたね、これ太陽じゃないよね、失礼しました。よしよし、ごめんごめん、ここ月だね。月が地球の影で欠けてるように見えるのが月食、太陽が月のせいで欠けてるように見えるのが日食って言います。だから欠けるものが違うんでね、そこを覚えておくと分かりやすいかなって思う。大丈夫かな、ちょっとね、最後グダグダなって失礼しました。では今回はね、中学校3年生の理科、いろいろな食についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回で天体はね、最後になります。で、最後を飾ってくれる主人公は金星です。で、金星の問題もね、前回の月がね、満ち欠けでさ、こう欠けたりしたでしょ、あれと同じように月も、あ、でねや、金星もね、満ち欠けをします。で、その動画を撮っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。